はい、遠野の鍋倉城山麓南部神社です。ここは歴代、領主の方をですね祀っているということで、お名前がいくつか出てますけど、始祖の実長公っていうのは萩実長、つまり、甲斐の国ですよね。日蓮聖人って書いてありますけど、先日たまたま甲斐を巡っててですね、身延山に行きましたけど、その時に実長公の銅像がありましたけど、その方のご子孫ということでですね、甲斐の国から、一族揃ってですね、今の三戸もしくは八戸三の、方面にですね、割拠していたと。ですからこの殿の地はですね、盛岡に本拠を移してから、いろいろ戦乱があったんですけども、その八戸の南部氏がですねここへ来たということになってます。ですから歴代、藩主はですね、有名な南部諸行公とか、北畠顕家公に従ってた武将ですよね、戦死しましたけど、そういった方たちのご子孫ということになりますよね。はい、ちょっと歴代お一人一人はまた主要な方だけちょっと個人別にまた紹介してますので、こちらが神社ですね。はい、ちょっとかなり今日は暑いんですが、家紋が入ってますね。結構お城にある割には大きなお社ですね。はい、鍋倉城南部神社でした。